はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはこちら。皆さん最近ね、補欠外したんですよ。このキャラカンガルー、金バッジ持ってます。まあリーダーで使うんですよ今回は。まあ外した理由がまあ超シンプル。白ドラ界最強のね、プレイヤー、ジンさんがこのキャラを補欠にしていなかった、選出していたので、あ、じゃあ俺も外そうってことで外しました。超シンプルですね。まあ今実際使われて強かったんですよ。というのはブルドラがまあ減ってきた。まあゼウスはちょっと嫌だけど、まあ考える働けないことはない。でノームがきついんですけど、ノームもね前よりは減ったんですよ。おかげで結構考えるが頑張れるので、ちょうどいいのかなといった具合で、ダラルちゃんでも吹っ飛びづらいし、カマキリでも引っ張られないし、引っ張られづらいか。なのでね、今回考える使っていきます。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。よし、やっていきましょうか。で、カンガルー、まあいいところは、まあ、コガルーが砦を取れるところ、まず簡単にね。そして、親心の火力が高い、そして範囲も広い、対空もある。まあ、親心の火力でね、結構相手の中型、大型がね、まあ削れるので、まあそれをうまく使っていきたい。で、カンガルー4コスで、まあ、2体召喚。早めに切らないと、切る場面がなくなっちゃうんですよ。なるべく早めにカンガルーを使うこと、それが大事。もったいぶっていつまでも使わないと、使ってから機能するまでが時間かかるので、なるべく早めに使うことですね。取ったらウェバー行くかな。とりあえず、まあ、取れないならば、カンガルー切りましょうと。黒は確か苦手だった気がすんな。さあ、いい大砲ですね、とりあえず。さあ、この親心プラス、まあ、親心倒したからいいか。ただ、なめこやだな。まあそこは倒してくれそうですね。上もなんか、これデビル置こうか。まあ悪くないですね、流れは。これで考えるやられちゃうかな。どうかな。当たってない、耐えてないな。まあでも、これだいぶキャラ使ってくれたんで、黒は嫌だけどね。あいつはデビルかな。硬いし。ナイス。じゃあ、ここ、重剣士を置いて、トマホーク打ってもらいたい。金鉢重剣士、頑張れ。ナイス。そうそうそう、それで倒した。えらい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 。ただ、もう考えるお茶をかも一体。これでコスタメよ。これ、砦がね、取れるとね、結構ね、展開いいんですけどね。あんま大きくないけど、置くか、デビル。これでコスタメよ。今、2しかない。ただ、後ろのあれが見えねえ。ナイスガッツ、素晴らしい。そのそういうガッツ、マジで素晴らしい。撃て、激励一発。一発でももう神やぞ、お前、本当に。無理だ。さあ、ちょっと困りましたね。ナイス、ハピー。これは銃剣士一本だけ置いとこうかな。わあ、バルか、バルはマジで辛いな。本当に辛い。一応ね、ナースの声食らわないところに切ったんだけど、倒した、オッケー。さあ、これでロックマンとトレントで、空見ながら、地上もやるパターンをやっていきたいんだけど、ユキンコ頑張ってんだマジで。えらいえらいえらい、超頑張ってる。ちょっとユカリンが上マジ頑張ってくれてる。キャラ合わせてあげよう。ああ、いいね。あ、ちょっと上やばいか。あ、ナイス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 。あのあれ剣士だ。ここちょっとねしっかり見てあげて、まあ剣士でいいでしょこれ。ナイス、いいね。ただちょっと時間足りないかな。ユカリンの牙弱いからな、こっから。だからね、ユカリンのね、牙がね、弱いんですよね。マジで。ほら、道中の剣士に駆られるぐらい弱いんで。さあ、時間的に足りないかな、これは。どうかな。コブリン出してるけど、惜しいね。牙がフルだったら勝ったな。まあまあまあ、しょうがない。まあ、カンガルーの苦手なキャラ、ナメコ出てきましたね。ナメコとベビーが苦手、このキャラは。あとペンギンか。よし、それではね、やっていきましょうか、2戦目。フクロウ、ペンギン、ベビー、ナメコ。ナメコはアンチではないけど、まあ、苦手。フクロウ、ペンギン、ベビーは完全にアンチですね。あと、チビドラとかもちょっときついな。一応、ガッツとかもやだ。押し出されちゃうんで。まあでも、それ以外はそんなに困んないかな。さあ、エンジェルを引いているんで、ユカリのね、ブルドラに合わせましょうか。
札は強いですね、エンジェル以外は。エンジェルもね、まあ悪くないんですけど、もうユカリンが支援しかいねえっつってんな。まあ、俺パンダいるんで、金バチの。壁としては結構頑張って機能してくれるんじゃないかな。さあ、カンガルー一本切っちゃおうかな。あ、いたわ、そのキャラ。カンガルーが無駄になるかもしれん。なったわ。あ、ならない？カンガルー。無駄にならないで。無駄になりそう。とりあえず親心一発撃ってくれた。まあ、あのカンガルー死ぬかもしれないけど、もうしょうがないでしょ。てか、全然相手のさ、壁を飛ばないね。飛ばないとやられちゃうんだけど。そして、あそこちょっとやだなーって感じだけど、まあ、マイマイとチビホは切ってあげて。まあ、とりあえず倒す。ここは倒し切ってくれた。下見ようか。下は見たんだけど、あのね、エンジェル切れない、ポックで出てて。これはボコられるな、ブルドラ。あと一発だったら神。あと一発だったら神。神！それはマジで神。あっぶねー、ナイス！ナイスカバー。それマジでナイスカバー。それマジユカリンズナイスカバーって感じ。これトレンド行くしかない。トレンド行こう。ここ。当たると惜しい。頼む、上一発投げて、投げて。オッケー、偉い。さすがに死ぬ。さすがに死ぬのと、やばい、ちょっとやばい。第一はワンパンなんだな。ポストが足りねえな。3、2、1。オッケー、ナイス、ナイスカバー。ただ死んだけど。うわ、しかも取られてる俺のパンダ、強いやつ。ポストがね、きっちりこれ。ナイス、剣士カバー。まじ、奪ったら積むから奪うね、ほんとに。ほんとに奪えてくれ。あ、ナイスバイキンじゃない。あー、上見る。上見よう。上見る、かっこ剣士しかいないんだけどさ。うわ、ナイス、それ。頑張れ、頑張れ。お、耐えてる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 、えらいえらいえらい。もうあの、マイオールしちゃう。危ねえ。これは守ったでしょ、さすがに。え、上大丈夫かな、これ。上やばくない？頑張れカンガルー。オッケー。危ねえ、マジで。よう耐えた、マジで。ポックで引かれて先打ちされたエンジェルが全く機能しなかった。まあ、トレントにかけたエンジェルちょっと頑張ったけど。次行こうか。やっていきましょうか。まあ、考える。ちょっと早めにもう一本行こうかな。やっぱそう、今みたいに腐っちゃうんですよ。早めに切らないと。まあ、アンチ引かれてるとやられることはあるんですけど、引かれてやられるまでの間にある程度活躍してくれればいいかなって感じで。でこの札とかも、カンガルー先使わないと、キャラいなくなっちゃうんで、やばいっすよね、これ。エンジェルも引いちゃったし。ユカリンがラビット切ったけど、相手に牙2体出されてるっていう。まあ、しょうがないですね、これは。もう2本いっちゃいましょうか。速攻で早めに2本。ずらされるけど、ここは大丈夫。ここだけしっかり見てあげて、コスト貯めようか。ちょっとコスト使いすぎですね。ナイスブルー。エンジェルがいるので、あれは倒してもらったらエンジェルあげようか。あんま食ってないけどね。あ、偉い偉い偉い。その、なんだっけ、あの、ハーピー偉い。あ、ナイスナイス。偉い偉い。上だいぶ熱く買ってる。で、ペンギンあれ当たんないからね。いい感じ。ナイス、ハピオマーマン。素晴らしい。あ、間違えた、ベイビー出しちゃった。エンジン開けてもらったら。まあ、そういうこともあるよね。似てるんだよ、白いから。しかも、隣にいたからさ。あ、即死したわ。ここ取れてほしいな、早めに。取れる取れる取れる、頑張れ。大丈夫大丈夫、エンジン開けるから。無限にエンジン開ける。もうないけど。無限とは。
大丈夫、祝福すれば治る。治る、ナイス、倒しきる、完璧だね。こんだけに入れたら相手無理だね。念のために寝た時用に1個だけ回収しとこう。ほら寝た。祝福しろ、祝福すれば治るぞ。エンジェル祝福、はい神ゲー、はい神ゲーおお素晴らしいドネスだね今のね。もう袋もいい加減にしろよ、調子乗ってきて。ああおお、いいって耐えた。あのエンジェルダメだもん、回収してあげよう。エンジェルあげよう、ナイス。カンガルー2体とも生きてる。てかカンガルーの親心がなんか爆発する前に、爆発する前にあのムルドラとカンガルーコンボで取れちゃったんで、それでね、あれで一気に流れ持ってっちゃった。ナイス。もうカンガルーがめちゃくちゃ無双してるって感じの試合ではないけど、まあ、なんだかんだで仕事はしっかりこなしてくれてるんじゃないかなって感じがする。一応カンガルー使う上の注意点として、ペンギンの回転のダメージが届かない距離に絶対置くこと。何があっても相手にペンギンが見える前であっても、それでペンギン出てきたら最悪なんで。射程届くんですよね、一応ね、スキルの。あの、ペンギンじゃなくて、カンガルーのスキルが反応する射程で、かつ、ペンギンのスキルが届かないところに置いてあげれば、カンガルーは頑張れる。さあ、札のキャラ数が少ねえ。大丈夫か、これ。4個数、3体引いてる。3枠。2体、1体、1体。4体、3体。頑張っていきましょうか。ユカリンがバイク引いてくれてるんで、まあ打ちましょうか。これ取れたいですね。これ取れるか取れないかでマジ話変わるからな。わ、足いっぱい引いてるユカリン。さて、ここ大事。ナイス、素晴らしい。でも持ってきてるかな。あ、持ってた、偉い。トロールか。トロールちょっとやだな。どうしよう。あ、これやられるな。まあこれやられてしょうがない。後ろ見ようか。バルキリーも後ろ置いちゃおう。んでいてなめっこ。ただ前見れないけどな。コースが起こしかないから。ナイス倒した。 OK 十分十分頑張ってる。カンガルーのね、こっからほら、コガルーがね、コガルーと、もうこのカンガルーさんが、どっちもカンガルーだけど、頑張ってくれてる。さあ、先にレドが来てくれましたね。あそこにレドが来てくれるのマジで美味しいな。あれ消えた瞬間にブルドラが噛みつくんで。あ、いいバイク取れなくてもいいんだよ。これ取れなくてもいい、全然来た。さあ、ナイスブルドラ、素晴らしいけど、あー、ただ問題はもう一体いいのか。まあ一応トレント行くんだけどさ、たださすがに、さすがにきついか、さすがにきついか。いやー、そこ一発いったらな、神だったんだけど、こうなるとダメージ届かないよな。うん、なんか奪ったような奪われたようなって感じなんだけどさ。さあ、キャラがいなくなりました。奪え、ゆかに、それ奪え、それ奪ったらマジある。おお、後ろ見とこう奪ったキャラの暗示をしっかり引かれて、あの持ってるから相手が剣士しかいないんだよな、もうキャラが。うん、届かないっすね、これは。キャラがいない。レドがダブルで、どっちも引きなんで、しょうがないな。ユカリの牙が底振りだったら入ったな。よし、じゃあラスト行きましょうか、ラスト。ラストバトル。もうカンガルーって4個数固定してるんで、なるべく4個数は引きたくない。キャラ数足りなくなっちゃうんで。まあ、もう1話ぐらいだったらいいんですけど、もう2枠とか引いちゃうとね、結構厳しいので。どうでしょうか。
お、チビブルだけ4コースは、まあ迎撃キャラとして札はそこまで悪くないですけど、火力がないですね。瞬間火力がアーチャー持ってます、カタパルト持ってます、チビブル持ってます、やばそう。さてどうしましょうか。これウサギにキラービーぶち込みたいな、あ、多く持ってたら全然いいじゃんね。うん、この流れは悪くない。さあ多分ユカに行くでしょう。ナイス、そう結束者入ってくる。ナイス、素晴らしいね。だいぶコストも温存できたし、うん、2本いっちゃおうかな。 OKOK、 カンガルーが一応寛容の役割を果たしてくれてますね、一応ね。ナイス激流、さあ悪くないよ流れは。これカンガルーがね、あ、いいって死んでるわ。さあやはりレドガが多いと。ユカリンがチビブルを出している。炎を消す、ナイス、素晴らしい。炎を消すのマジ素晴らしい。あとはタイミングを見てどれを取るけど、相手もうまいな、しっかりかく、あの、オッケーオッケー、ナイスナイス、素晴らしい。あー、しかも倒してる、素晴らしすぎる。チビブルめっちゃ頑張ってんな。あれあれ、俺のチビブルだわ。あれユカリのチビブルじゃない。てか相手諦めるの早くない？終わったんだけど、なんか終わった試合が。ナイス、勝てば何でもいいんだよ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていたのは、カンガルー、カンガルーですね。でカンガルーがですね、こいつ一応、今の時点でステータスがこれぐらいってことは、団子振ったりとかすると剣士2角になるってことかな。コガルーの攻撃で今672、714ですもんね確か。振ってあげた方がいいのか本当は。まあ、今後考えておきます。まあ、多分 D1 取ったらある程度いくんじゃないかな。でも、さすがにいかないか。二角上には。まあでも、二角にはした方がいいですからね。もしくはアビーチでも上がるんで、そこら辺もかな。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね、皆さん、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。